ご来場の皆様、大変にお待たせいたしました。ただいまから令和6年小樽市消防署事務式を開催いたします。指揮隊は災害現場において全部隊の指揮を取ります。市内全域の災害事案に出動し、火災の延焼状況や被害の状況、逃げ遅れや怪我人などの情報を収集します。また法律的に消防部隊を運用するとともに、安全管理や情報収集の分析を行い、災害現場活動の協力を担います。すべての部隊を統率して災害に立ち向かいます。水槽隊山田消防士長以下4名です。水槽隊は主に消火活動を行います。車両には消防用水として2トンから10トンの水が積載されており、迅速な放水延長と的確な放水活動で市民を火災から守ります。搬出を受けるのは昨年10月に行われました令和5年度警防技術訓練消防庁特別点検において最優秀消防隊に認定された警備一課警備水槽隊です。大人まで全ての緊急出動に対応できるよう日々検査を重ねて安全と安心を提供します。専用機器を使用して救助を行います。他にも土砂災害や特別災害など様々な災害に対応できるように日々訓練を実施しております。各分団に配備されている小型消防ポンプを使用し消火活動を行います。大規模災害を想定した訓練では、地震により多数傷病者の発生を想定して応急手当や心肺蘇生法を行う訓練も実施しております。消防庁年頭決意表明。我々消防職団員は市民の生命、身体および財産を火災や災害から守るため、消防の責務の重要性を再認識し、大規模災害をはじめあらゆる災害に迅速かつ的確に対応できるよう消防体制の自立を図り、安全安心に暮らせる町小樽の創造に全力で取り組んでいくことにここに決意いたします。表彰状、小樽市女性防火クラブ連絡協議会副会長伊藤正人様、あなたは本市の市民防災組織である小樽市女性防火クラブ連絡協議会の一員として、日頃から会の発展にご尽力されるとともに、平成30年に副会長に就任をし、防火防災意識の啓発に努力されました。よってここにその功労をたたえ、小樽市消防表彰通知により表彰します。令和6年1月7日学長の申し。表彰状、小樽市消防団第2分団団員利根美香子様、あなたは10年以上勤続し職務に忠実に精励され、市消防発展に尽くされた功績は誠に顕著であります。ここにその功績を称え、小樽市消防団表彰規則により表彰いたします。令和6年1月7日小樽市長様とし
諸氏が築き上げた小樽市消防団の伝統を継承し、郷土愛を持つ精神のもと、地域防災の要である消防団の重要性を自覚し、市民の安全・安心な暮らしを守るため、今後も努力を続けてまいります。受賞者を代表して御礼申し上げ、当時といたします。以上をもちまして、令和6年小樽市消防出初め式を終了いたします。